え、これ冷蔵庫じゃないんですか。すごいですね。お。こんにちは。こんにちは。家電もちょっと見てみようかなとしてて、うん、普通に面白いと思います。本当ですか。はい。え、これ冷蔵庫じゃないんですか。これあの、これ初めて見ました。初めて見ました。これ何ですか。洋服をちょっと綺麗にしてくれるスタイラーっていう製品なんですけど。だから花粉とかある時期にこうやって服入れたりすると、なるほど、綺麗になる、便利ですね。ズボンもこうやって綺麗にしてくれるっていう、シワとか伸ばしてくれる。そうですそうです。え、めっちゃ便利ですね。なんか見た途端びっくりしてるんじゃないですか。え、これ初めて見ました。でもあ、これ日本にもでもありますよ。あ、本当ですか。パナソニックも作って売ってました。へえ。でもなんか普通の家電量販店であんまり見ないものな気がするんで、すごいですね。そしてこれが、韓国の最近の、まあ最近というか流行りというか、これは、セットになってます。乾燥機、洗濯機。あ、なるほど、一緒についてるんですね。最近なんか韓国ってベランダのないそういう作りが多いんですよ、マンションの中に。なんでこの乾燥機も必要だしっていうことで、空気が悪い時もあるので、結構これを買って外に干さないですぐ乾燥するっていう人も多いみたいですね。こういうふうにあの壁の中にこうやって全部入れちゃうっていう。すごいですね。はい。あ、冷蔵庫。そこは冷凍庫。冷凍庫。はい。ここがこれ開けてみてください。これは冷蔵庫。あ、冷蔵庫ですね。これめっちゃ便利そうじゃないですか。こんなにいっぱい収納場所があったら。でっかいですよね。うん、でっかいです。しかも見えるし、かわいい、かわいいですね。これまた面白いのがあって、すごいですね。なんでこの機能ついてるんですか。だから開けなくても、開けるとなんか空気出ちゃうから。なるほど。電気料金かかるんじゃないですか、なんで開けなくても何が中に入ってるのか分かるように。へえ、便利ですね。そうですね、うん、でこれも開けてみてください。はい。これはあの韓国にしかないものだと思うんですけど、キムチの、キムチ冷蔵庫ですよね。はい。でも韓国人はキムチだけじゃないんですよ。こういうなんか お米も入れたり、なんか果物も入れたり、なんかいろんなものを入れたりするんですけど、すごいですね。そんな日本人からしたら別にめちゃくちゃいるものじゃないのに。そうですよね。そこまでなんか作らないんじゃないですか、韓国もそろそろそのキムチ作る時期が来てるので。あ、そっか、白菜冬ですもんね。そうですね。でここがテレビとか、足がおしゃれですね。高くないですか、めちゃくちゃ。430万円。めっちゃ高いですね。でここが、冷蔵庫。あ、ここからあの氷が、いろんな形の氷が出てきます。すごっ。だからハイボールとか飲むと、形分かりますよね、作れるみたいです。すごいですね。でこれも、おお、すごいですね。50万です。あ、高い。冷蔵庫にしてはめちゃくちゃ高いですね。中見てみてください。はい。え、なんかいろいろついてる。うわ、大きいですね。でも使いやすそう。これすごいですね。おしゃれだし、多機能だし。日本の冷蔵庫となんか違います。違いますね。なんかおしゃれ感は絶対韓国の方が上です。色もなんかこうやって選べるみたいです。いい。この機能はいります。これ欲しいですね。あ、そうなんですか。何入ってるかわざわざ開けてみるのめんどくさいじゃないですか。はいはいはい。これいいですね。あったら使いそうですか。使います。ここがテレビですね。
全部大きいですね。大きいテレビ欲しいですか？テレビ見ないのでいらないです。テレビは見ないですね。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいです。そしてあの例えばトヨタっていう車あるんじゃないですか、うん、その女優モデルがレクサスっていうのがあるんじゃないですか、うん、これも一緒なんですけど LG っていうブランドなんですけど、その女優モデルですね、シグニチャーっていう、うん、へえ。開けてみてください。はい、うわ、めちゃくちゃスタイリッシュですね。そうですね。え、これ、え、すごい、どうやって開けるか難しいですね。こんなにでも冷蔵庫大きいのいります？どうですか？こんなに大きいのはいらないかなって思っちゃうんですけど、日本の家に なかなか入らないかもしれないです、うん、入らないかもですね。大家族なら下も開けてみてください。はい、お、自動で出てくるんですね。え、すごいですね。おお、すごっ。普通に面白いですよね。うん、面白いです。冷蔵庫にこんな多機能なものがあるなんて。これは何だと思いますか？これ空気清浄機ですか？そうです、そうです。おう、あのエアコンとか、はいはい、あ、はい、エアコンにもなる。はい、涼しいですね。実はスピーカーです。え、嘘ですよ。びっくりしました。スピーカーに見えますよね。え、見えます、見えます。リビングに大体こういうの1個置くんですよ。うーん、そして普通の部屋にはそういう、うん、こういうやつですね、うん、日本みたいにかけるやつあるんじゃないですか、うん、そういうのを1個ずつかける感じで。じゃあ電気代高いんじゃないですか？だから実はこれを1個買って夏使わない家も結構あるし、1回使うかどうか、うん、でもまずはまあ買っとくっていう感じで、うん、でも結構高いですよ。そうですね、42万円ぐらい。高っ。お金持ちしか許されないものですね。これは押してみてください。お、これも冷蔵庫ですか？ちっちゃめな冷蔵庫ですね。そうですね、うんうん、そうですね。これぐらいスタイリッシュだったら全然いいですよね。はい、狭いお家でも OK。 壁の中に入れちゃうと、うん、本当そこが壁か冷蔵庫か分からなくなります。そうですよね。そういうインテリアが今ちょっと流行ってるっていう感じです。だからこんななんかまっさらな感じのやつが多いんですね。そうですね、はい、ここも全部シグニチャーっていう。うん、どうですかこういう家は？綺麗ですね。なんかかっこよくて憧れます。あ、いいんじゃないですか。かっこいい。こういう家を作ったら最高なんじゃないですか？確かに。お家帰るの楽しくなりますね。全部シグニチャーですよ。あ、そうなんですね、はい、すごいおしゃれですね。いや、絶対高級ですよね。この家に住んでたらどういう生活してるのかちょっと見せてください。絶対朝はこうコーヒーを入れるじゃないですか。はい、コーヒーは飲むじゃないですか。はい、っていう優雅な生活から始まりますよね。はい、はまたそこに戻ってですね。これ何人暮らしなのって感じじゃないですか。一人暮らしでもいいんじゃないですか。あ、これ一人暮らし、お金持ちならだいぶすごいですね。お掃除が大変そうです。雇いましょうよ。なるほど、はい、すごい贅沢な暮らし。開けてみてください。ちょっと私も見たいですね。え、本当ですか？うわ、え、でっか。うわ、すごい。お店みたいな感じですね。ですね、作業用の冷蔵庫みたいな感じですね。もうこんなに入れるものないよって感じじゃないですか。韓国はでも冷蔵庫2台3台持ってる家が結構多いんですよ。そんな入れるものあるんですね。冷蔵庫が好きなんですか？好きかどうか分かんないですけど、なんかとにかく買ったらまあ何かしら入るんじゃないですかね。でも結構それが普通です。あ、そうなんですね、はい、2台3台持ってる。あ、これはオーブン、オーブンですね。おう、なのでこれを、え、すごい、もうこれが全部キッチンなんですね。え、
これ焼けるんですか？そうですね、これで。すごい。わあ、収納大きいですね。じゃあここがあの韓国の お金持ちの家っていうことで。なるほど。まあ確かにこれはお金持ってそうです。どうですか、軽く見たんですけど。今家電すごいですね。おしゃれなのが多いですね。なんで私言ったんじゃないですか。普通に見て面白いと思いますよっていうの、うん、普通に見て面白いです、はい、そうですよね、うん、なんかちょっと違いますよね。日本だとヤマダ電機とかヨドバシカメラ行ったら、うん、こういうスペースとかあんまないんじゃないですか、ね、あんまないですね。機能性重視みたいな感じです。そうですね、このぐらい入りますよとか、うんうん、まあでも憧れになりますもんね、こういうの、うん、そうですね。一回座ってみてください。あ、座ります。あ、座り心地めちゃくちゃいいですね。お、似合いますね。似合いますか。シグニチャシグニチャ、あ、モデルさんみたいです。あ、それはありがとうございます。で、ここはまたあそこを見てからここ見るとちょっと、うん、安っぽく見えますよね。確かに。でもかっこいいのは相変わらずですね。スタイリッシュではありますね、うん、みんなドラム式なんですね、洗濯機は。そうですね、これは全部オールインワンです、うんうんうん、洗濯も乾燥も全部やれるやつ、はい、そうですね。え、便利じゃないですか、めちゃくちゃ。そうですね、いいですね。こういう洗濯機欲しいです。あ、ここ結構広いですね。またここ広いですね。こんな感じで、うんうん、最近あの壁の中にこれ冷蔵庫入れちゃうっていう感じです。これでもかっこよくていいですね、このしまい方。お、慣れてるんじゃないですか。あ、もう慣れ、お似合いです。こういう冷蔵庫買っちゃおうかなっていう気持ちになれますね。うん、使いやすそうな冷蔵庫ですね。そうですね、うん、で、ここをまた、だから韓国は全部セットです。ここは何だと思いますか。キムチ。そうです。おお、韓国は必ずこういうセットになってるので。あ、そうなんですね。冷凍、キムチ冷蔵庫。冷凍庫だけでこんなに大きいんですか。そうですね、すごい。そうです、全部冷凍庫なんだ。そうです、半分くらいだけだと思ってました。冷凍、うん、キムチですね。すごい。これ何ですか。これをまた多分電子レンジとか入れて。あ、なるほど。出せるから。確かに。そして使わないときはまたこういう、うんうん、戻す。なるほど、便利ですね、うん、おしゃれです。そう、あのこれはシューケアっていう、普通もこうやってケアできますよっていう。こんなのあるんですか。こんなぐるぐる回すんですか。これはあのディスプレイですね。あ、なるほど。そして中入れると。すごい。なんか湿気とかあるときはいいんじゃないですかね、うんうん、そうですよね、綺麗、はい、に保てますね、靴が。除菌とかできるので、うん、説明うまくないですか。うまいです、はい、ちょっと今あくびしちゃいましたけど。うまくなかったということで。うまいんです。退屈だったということで。そんなことはないです、まあ、こういう感じです。すごいですね、はい、これは確かになんか見せたくなるっていうか、うん、すごいでしょってなります、ね、見るとなんか楽しくなるっていう、うん、楽しくなる。僕は今全てが今 LG でした。 LG、うんうん、LG っていうブランドは。え、知らないです。あ、知らないですか、うん、横浜にみなとみらいにあるんじゃないですか。そうなんですか、はい、でっかい建物 LG のLG ビール知らないですか。知らないですね。ああ、 LG は韓国でサムスンか LG 家電だと。あ、向こうのサムスン、はい、サムスンもちょっと見てみますか。あ、はい、はい、そうなんだ。行きましょう。すごいですね、家電いっぱい。ルナさんが思ってる家電のブランドは山田電機ですね。山田電機の山田セレクトっていうやつです。そこのなんか会社のブランドとかあるんじゃないですか。あ、そうです、その山田電機のプライベート自社ブランド の、あの山田セレクトってやつを。あ、それを買ってるんですか。あそこでテレビとか作ってるんですか。
テレビは、あ、テレビも作ってると思います。初めて聞きましたね。そうなんですよ、パナソニックとかじゃなくて、うん、ヤマダセレクト。そうです、ヤマダ電機の、お店のやつです。皆さん、ここは、サムスンなんですけど、うんうん、やっぱりその LG とサムスン両方家電出してるんですけど、うん、家電は LG っていう話がよくあって。あ、そうなんですか。まあ多分似たような感じだと思うんですけど、うんうん、サムスンも一回見てみてください。はい、サムスンは何が強いんですか。サムスンはテレビもいいし、うん、半導体、携帯ですね。あ、なるほど、はい。サムスンの携帯聞いたことないですか。いや、名前聞いたことありますよ、サムスンの。ギャラクシー。あ、はい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 。ギャラクシーはサムスンです。あ、そうなんですね。はいはい。へぇ、あ、知らなかったですか。名前だけ聞いたことあったんですけど。あ、ギャラクシーを。ギャラクシーもサムスンも聞いたことあったんですけど、はいはいはい、サムスンのギャラクシーなのは知らなかったです。ディスプレイは LG の方がなんかちょっと派手に作ってるって感じですね、うん、確かに、なんか分かりやすい説明って感じなんですかね、こっちの方。そうですね、うんうん、ちょっと似たような感じだと思いますけど。あ、確かにそうですね、四角くて、はい、でも可愛いですね、デザインが。やっぱりうん、同じ感じですかね。そうですね、うん、LG 見てきてからかもしれないですけど、ちょっとテンション低くなりましたねいや、なんか LG の方がすごかった。これはコンコンしても、あ、なんでですかね、なんか分かりつかない、できると思いますけど、行きましょうこれ違いましたね。 LG の方がちょっと楽しかったですね、見てて。そうですよね、はい、エアコンですよね、これ。そうです、そうです、うん、スピーカーみたいですね、こっちの方がさらに。そうですよね、家電もどんどん変わってくるので、うんうん、よくわからないんですよねもう何が何だかってなりませんか。あ、でもさっきのついてないモニターついてますね。これでなんか全部選んで、開きましたドア。これは45万円ぐらい。あ、じゃあさっきとそんなに変わらないですね。そうですね、すごい。やめてください言葉が分かんないから押せそうなところを押しちゃいますね。これも洗濯と乾燥を両方やる感じ。これいいです、このカチカチ。全部 LG を見てきたからちょっとあれですよね、落ち着いちゃってますね、テンションが。新鮮じゃなくなりましたね。確かに、やっぱあれは初めて見た新鮮さありけど。あ、そうですね、反応でしたね。どうでした。いや、すごいですね、家電。 LG とサムスン見てきたんじゃないですか。なんかサムスンの方が、はい、なんて言うんでしょう、なんかスタイリッシュですけど、 LG はおしゃれって感じですよね。あ、なんか機能性もなんか違ったところに違う良さがありますよね。日本の家電と比べてなんかちょっと違いありました。でかい。あ、でかいあとはでもいろんな機能ついてますよね、多分日本にはないよ、はいはい、うん、何が一番欲しかったですか。あの、ポコンってしたら明かりつくやつが欲しいですね。あ、そのドアが、はい、あれ楽しいですね。キムチ冷蔵庫。あ、キムチ冷蔵庫いあ、キムチあんまり好きじゃないんでしたっけ。あ、そうです、あんまり好きじゃないんで。でも大きい洗濯機、あの、乾燥もできる洗濯機はいいですね。あ、そうです、ね、ありがとうございました。